みんなで一緒に子どもたちの夢を支える番組 Your Dream。 元気の秘密は朝にある、パワーを充電、朝ごはん。さあ始まりました、Your Dream 第12回になります。イエイ。じゃあまずね、今日はちょっとね、見て分かりと通り、いつもとちょっと違うなーっていう空気になってると思いますので、うん、まずはメンバー紹介からいきましょうかね。はい、じゃあ僕からいきます。はい、秋ですね、読書の秋、芸術の秋、もちろん僕は食欲の秋、ヤンマです。はい、じゃあ続いて、はい、はい、食欲の秋はビールがうまいっす。やばいっす。グッチョです。うまいね。うまい、うまい。はい、私はイベントの秋、毎日ものすごく忙しい。ね、来週、明日は何をしようかな。いつも元気なみゆみゆです。いえ。さあ、本来ですよね。ここでいつもの通り、こう、こう、こう、こんな感じの、こんな感じの DJ P でーすっていうね。いませんけど。今日はどうしたんですか？すごい、写真これアップできます？これ。すごい写真も用意して、こう光っちゃってますからね。今日仕込んできましたからね。仕込んでますから、ね、今日 DJP さんね、別なもう一つの顔、県の PTA 連合会の方の、集まりに 出席ということで、県内のどこかに行っております。残念ながら本日はお休みということで、いろいろねこちらの方に準備していただきながらということで、うん、ちょっとねやはり3人では絵面がちょっと足りないなということ で、ねうん、急遽、ゲストの方をお呼びいたしました。僕たちのお友達であります辻野さんです。はい、よろしくお願いします。僕ゴルフ友達なんです。あ、なるほど、ゴルフ友達。はい、マジで指定関係ではない、ね、指定関係で師匠、師匠のどっちかっていう。あ、なるほどなるほど。同じね、那須原、塩原地区でね、お仕事をされていて、またPTA 関係の方でもね一緒に、活動しているというお友達、もう先輩なんですけどね、僕らからすると。で、ただすっごいいい人です。それを言う、本当にね、もっと言って、いい人、これね先輩に対していい人っていうのが合ってるかどうかは分からないですけど、素晴らしい方です。困ってる人がいたら何も言わずにそっと手を差し伸べてくれるような先輩だということでご紹介、なんか後で多分くれるかな、辻野さんね。ということで、何でも言ってる。さあ、というわけで、そろそろね、本題の方に入っていこうかなというふうに思いますけれども、今日12回目のテーマはこちら、じゃん。地元のこと、うん、那須塩原市のことということで、はい、今日はいつもの、学校関係っていうかその教育的な話から、うん、もしかしたらちょっと離れるかもしれませんけれども、うん、まあ、地元のことについていろいろ話をしてみよう、そして、うん、ね、子どもたちに伝えていくものは何なのかみたいな話が、ね、まあ、緩い中でできるかどうかといったところですけれども、うん、話してみたいと思います。じゃあ早速ですけれども、うん、辻野さんがね、ちょっといきなりですよ。はい、これ ね、ここ来て最後だとね、うん、10分かぶりますから。まずは辻野さんからどうぞ。落ちになっちゃうからね。まず那須塩原市のいいところはですね、はいはい、まあ、この雄大な自然と、はい、その人柄の良さ、はい、あとはそのなんですか、まあ、空気がすごい綺麗でして、はい、あの、うん、私高校卒業してから横浜の方に行ってたんですけど、うん、はい、半年くらいで慢性鼻炎になったんです。ずっと鼻が詰まってる状況で、はい、で、まあ、それはこっちに帰ってきて2ヶ月でおりました。それくらい空気が綺麗です。やっぱり空気がね、はい、もうずっと鼻詰まりだったんで、それが治るくらい空気が綺麗です。あと、そうですね、やっぱり東京の方とかに行って、はい、あのどちらのご出身って言われて、はい、あの栃木の北の方、那須のエリアにいます、あのそこの出身ですって言うと、うん、まあ、皆さん大体8、9割の方がすごいいいところねっていうそのイメージ、うん、やっぱり那須のこの麓っていうところにまあ住んでるっていう、そのなんか自分の中でのこう外に出て初めて分かった、うん、あのこのエリアの良さ、それは正直感じましたね。はい、こうなかなかね自分で住んでると分かんないですよね。人がいいっていうのはね、今言った、よく言いますね。はい、まあ那須塩原市に限らず、栃木の人はみんな情がね、情が熱いっていうの、そう、すごい、うん、
聞きますそれは、うん、なるほどね、うん、あの僕はもうずっと那須塩原で、うん、生まれ育って出たことはないので、うん、なかなかね、うん、出てみないとわからない部分ってありますけども、うん、辻野さんはね一回、うん、那須塩原出てね地元離れてね、うん、外からちょっと見た那須塩原とね意外とそういう風でまあ那須っていうネームブランドもあるので、うん、まあそこのなんですか那須エリアっていうところで、うん、まあ那須町だけじゃなくて那須塩原市もそこの一端になってるっていうのはあります、うんうんうん、だってもうネームバリあのすごいですよね、うん、だって那須というブランドと塩原温泉の塩原をがくっついちゃってますからね、うんうん、これ以上はないだろうっていうような、まあ、ネーミングですけれどもね、まあ、愛すべき那須塩原ということで、はい、すごい塩原でねお勤めもされてる、はい、温泉もそうだ言うの忘れました温泉もいいです温泉いいですよ塩原こういうのやばい温泉いいです今特に綺麗でしょ紅葉とかまだ色はじ好きが始まったばっかりなんですけど、うん、これから10連休終わってから徐々にこう高いところから色づき始まるんで、はい、いいですね11月の連休あたりだと見頃になると思いますそうするとこれが、はいおそらく配信される頃には、はいちょうどいい見頃になってるのかなというところですねまたあの別番組ですけどね、うん塩原部、はいはいはい、テレビの中でまた多分、ね、そういう情報も出るんじゃないかなと思いますので、うん、そちらの方も、ご覧になっていただければという塩原のここの紅葉がいいですよみたいなのはうちの露天風呂から見る山が出ましたねあもう行こうよし行こう露天風呂に入ってマジですか沖縄の対岸の山を最高ですわかりましたぜひとも皆さん、はい、よろしくお願いします素晴らしい、はい、じゃあ愚痴、はい、行きましょうかねこれなんだっけ今日はなんか愚痴気合入ってるよいや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 そこちょっとハードルを上げたいからそこは下げといてもらって僕はやっぱりあの自営業で、はい、あの商売やってるんで、まあ、どうしても地域が盛り上がってもらいたいっていう気持ちはすごくまあ辻野さんもねサービス業やってるからね、うん、そうだと思う、まあ、ヤンマもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり地域が活性化しないとダメだろうと、うん、子どもたちも元気にならないし、うん、そういう気持ちがすごく強くて、うん、あの魅力のある那須塩原市、うん、これから、うん、もう我々の世代から、うん、どんどんこうやっていかないといけないんじゃないかなっていう気持ちが強いです、うんうんはいね、僕らのきっかけとしてね、はい、もうそういう世代ですからね、うんうん、もうガンガン元気出していこうぜみたいな今まではね、どんどんね、人口も増えてってね、はい、あのそういう時代は良かったと思うんですよ、何もしなくても、うんうんうん、でこれからの時代はもう何かやってかないと、うんうん、もう人いなくなっちゃう、まあ、那須塩原市はね、まだね、うんうん、そんなにもうそんな過疎地っていうわけではないですけど、うんうん、やっぱりどんどんね、なんかやってかないと子供たちにとっても魅力のある街っていう風にするには、うんうん、なんかやりましょうよっていうことで、うんあのこの間あのこんなおこんなこともこれじゃちょっとアップこれできます見せますかねこうアップにしてもらって、ねはい、ナスライガーナスライガーって言うんですナスライガーなんか知らない感じで言ってます親友じゃない一応知らない程度言った方がいいからご当地ヒーローを、はい、あの我々仲間で立ち上げたんですよ、はい、でこの間もあのねビジネスのちょっとデビューさせていただいて、はいはい、あのもうファンもついてツイッターでも話題になっちゃった話題になってる相当な話題になってますなんかでかっでかっでかっこれはじゃないこれは仕込みでしょ今完全に仕込みでしょ変な人がいる観客席にいるまあこんな活動もしたりなるほど、はい、なるほどねでもこれ良かったね私実は泣いちゃったこの親友のあのシーンでね泣いちゃったよもう変な汗出てきた今俺なんかまさかまさかこれがね出てくるとはね思いませんでしたけれどもね、はい、なるほどねみんなでね、そうですね、その僕たちいわゆるその子育てをする世代っていうんですか、うん、その子を持つ親、子供たちが、まあ、東京に、うんまあ、今仕事がないから行かざるを得ないっていう、うん、だんだんなってるじゃないですか、うん、それを逆に那須塩原市に戻って仕事がしたいっていう街にしたいですよね、うんうんうん、なんか子供たちがねそのなんていうんですか 僕たちじゃなくてもいいんですけどその頑張ってるお父さん方っていうか仕事をね一生懸命輝いてる姿を見て、うんうん、あ
夢がねそこに行ってもらうというか、うん、そのいろんな職種ありますけど、うん、そのなんか例えばかっこいい美容師さんがいた時に、うん、あ美容師やってみたい梨岡でちょっとここでお店出そうかなっていう夢が持てるような詩になったらちょっとなんかいいですよね、うん、嬉しいなって思いますけどね、うん、僕らの頃だと何が何でも東京に行かなければダメっていうのが、うん、その何をやるにしても東京がメインで東京に行かなきゃいけないっていうのがあったんですけど今これだけ情報が氾濫してて、うんあのやる気になればこの地元でも、うん、あのいろいろな仕事ができるし、うんうんうん、あのここからなんですかあの、まあ、ステップアップしていくような、うんうんうん、こともできると思うんですよね、うんうんうん、その基盤作りをしてあげればいいと思うんですね、うんうんうん、町としてのそうですねだから、ね、こちらこの番組を、ね、ご覧になってる皆様方でもね何かしたいんだけどどうしていいか分かんないっていう方が、うんうん、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、うん、よかったら僕らと一緒にいろいろやりませんかっていう話もね、うん、ここでちょっとさせてもらえればと思ってます僕らもね何かしたい、うん、何かしたい別にそのな形が見えてるわけではないんですけどでも今ねグッチョがお話ししたように、うんうん、その子供たちを支えていく強力に支えていくためにはみんなでこう、うん、そうですね、つながりをねちょっと持ちたいっていう部分があります、ですのでねご覧になっててちょっといろいろねみんなと活動したいとか子どもたちのために何かできればいいかななんていう方がいらっしゃいましたら番組の方にねこちらにご一報いただければね、うん、ご連絡とかねいただけると、うん僕らもじゃあ何かしようよって盛り上がってね、うん、あの悪役も募集してますので、これ違う悪役じゃないから悪役じゃないから悪は違うね多分違う緑のドラえもんだよ多分違う親友だよ親友ということになってますはい、はいじゃあみゆみゆ、はい、行ってみましょう私はやっぱりお母さんなのでね、うん、こう子供たちが、うんこの町を好きで、うん、でたとえ大きくなった時ちょっと出たとしても、うん、やっぱりこの町が好きだなって思いをどこかに持ってもらえるような、うん、あの那須塩原のキーワードでもあるように楽しさいっぱい夢いっぱい、うん、ふるさと大好き那須塩原っ子になってもらえるような町づくりにしていくのにはやっぱり我々の力じゃないのかなと思って、うんうん私も実はこの町を一回出た身なのね、うん、でやっぱり都会に憧れてさ、うん、子供の頃は一回出たんだけど、うんうん、いつだった かちょっと帰ってきた時に、うん、こう木がひらひらって夏だったのよね出産で帰ってきた時だったのかな、うん、木がひらひらって揺れた時になぜか涙がポロンって出てこんないい町をなんで私は出てったのかなってその時にやっと気づいたのは大人だったんだよね、うん、そんなと、うん、いつか気づいてくれるんでもいいからこの街が大好きなんだっていうふうに子どもたちに育ってもらいたいなっていつも思っています、うんうん、ね、本当その地元、うん、ね、うん、愛っていうんですか、そのうん、なかなかその地元愛ってよあんま聞かなくなりましたよね、うん、正直ね、うんうんうん、でもそれってなんか僕らがもっとちょっと努力しないといけないのかなって思ったりする部分もあるかなってちょっとね、うんうん、思ったりしますよね、うんうん、そのただねないものねだりっていうか、うん、何もないから盛り上がらないんだとかっていうことではなくて、うん、みんながじゃあなんとかしようよ、うん、どんなことでもいいからっていう風潮になれば、うん、何かできるんじゃないかなっていう気はいつもこう、うんまあ、してるんですよね、なんていうのかお祭りとかでもそうですけどもともとそのね、うんまあ、僕の話になりますけど、ね、那須塩原市というのは、うん黒磯市、塩原町、うん、西那須の町というのが、5年前、うん、じゃあ10年前か、うん、10年前に合併してできたのが那須塩原市なんですね、うん、で各市にはねいろいろ伝統のあるお祭りとかもあってね、うん、黒磯旧黒磯で言えば巻狩り祭りありますし、うんはい塩原で言うと湯祭りとかもありますよね、うんうん西那須の町で言うと古谷祭り、ねうん、古谷祭西那須のって実はお祭りってすごい伝統のあるお祭りってなかった、うん、ずいぶん前は、うん、僕が、まあ、でも小学校の頃ですけどね、うん、できたのが、古谷祭りです、うん、先輩方僕らの先輩方がなんとか西那須の盛り上げようとして作り上げたのが、うんうんふれあい祭りだと僕は聞いてます、うん、それもねつながっていけば何かした形が今、こうやってね、30年以上もつながって、伝統になりつつある、うん、というところを考えるとその最初は小さいものかもしれないけど、うん、やり続けていったらいつの間にか気がついて振り返ったらあれこんなになってたのなんていうことになるかもしれないですしねそういった空気作りができるとなんかすごくいいなって思いますね、うん、それと那須塩原って実は栃木県
内の中で住みたい街、うんうん、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンですよ。あ、本当に、ええ、すごい、宇都宮を抜いたと思います、多分確か。なのでものすごいね、うん、いい環境ですから皆さん、環境はいいですね、うん、食べ物も美味しい、食べ物美味しい美味しい、この顔見ればわかる、この顔見ればね、食べ物美味しいかわかるのね、金かかってるからね違う、あのね、実は今日ここね、あのいろいろあの某先輩にフェイスブックで突っ込まれたんです、はい、それは脂肪だねって、いや僕のお腹は夢や希望がいっぱい詰まってるいいこと言うそういう話をさせた僕はあくまでも夢と希望が詰まってる、うん、これを維持しないといけない、大変なんだよね、それもね、維持するのもね、ボーナスライガーからも痩せるなと、うん、え、言われ、決して痩せるなという話をもらっていや俺の話は今日は辻野さんの話をちょっとしなくちゃいけないんですけどね、はい、まあそういったところで、皆さんどうでしょう、まあ見られてる方でね、那須原の方じゃない方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、地元についてね、こういろいろまたどうなんだろうなって振り返って考えて、もらう、またそれをどうやって子どもたちに伝えていくかっていうのをまたね、この番組できっかけとして、ご覧になって、とかその考えてもらえるきっかけになればいいかなってちょっと思いますけれどもね、はい、なんかですね、うん、まあ、なんだっけ、子どもたちが、まあ、そのこの町が大好きとかって言えるっていうのは、うん、やはりこう胸を張って、うん、誇りを持って これがあるとか外部に対して言えるもの、うんうん、例えば、なんですか、さっきの話になりますけど、僕はその横浜に行った時に、うん、あるお米屋さんで米を買ったんです、うん、まあ、水晶米、うん、全部一般的に出て、うん、はいはい、食べた時すごいまずかった、うん、で、米がおかしいのかって思ってちょっと調べたら、いろいろなブレンドなんで、で、僕はこの町を出るまで純粋にコシヒカリしか食べてない、で、外行ってその米を買った時、米だけでも全然違う、普段からそういうものを普通に食べてる、水も違うし、幸せだよね、そういう点では幸せな、その恵まれた環境だったのかなっては思いますし、そうね、だから子どもたちがそういうふうに、まあ、言えるようなものを、まあ、発信してあげて、まあ、外部に対してこう自分たちが外に行った時に、僕たちの町はこういうことがありますっていうふうに胸を張っているようなものを作ってあげられればと、まあ、あと伝えていってあげるとかっていうのは必要だと思います、うんうん、さっき区長も言ったように人柄もそうだよね、うん、人柄だってもうこれはこんなに情が深いさ、相手を思うことがいる、思ってくれる人がたくさんいる、このね、この町の人柄、これもやっぱ宝物だと思うない、うん、そうですね、はい、もう本当にすごい人っていうとやっぱね、まあ、もちろん僕ら、子育て世代の親ですから、子どもたちが学校に通ってます、うん、で学校に通ってる先生方も見てもすごい一生懸命な先生方とかも、うんうん、多いんですよね、うん、これが回った、うん、ね、昔はもう本当にひたすら熱血っていうタイプの先生が多かったですけど、じゃなくて今はね、またもうちょっと違う熱血、違う意味での熱血で、本当に心底子供たちが好きでっていう先生方非常に多いなっていうふうに感じますからね。でも子供たちってね、都会に憧れるんだよねそういうもんなんですね、あるかな、そういう、ね、修行なんです、それもきっと、ミュウミュウも憧れた、憧れた、憧れた、で修行なんです、やっぱり一度外に出て、ね、外から見てみるのも必要、そう、うん、親元離れて親のありがたみが分かるのと同じような感じ、そう思うのが、新幹線の運賃もっと安くなんないですか、なんかじゃあアピールしてみて、そっちっすか、マジで新幹線だって2000円ぐらいだったらね、わざわざ東京行かなくても買い物も行けるしとかってすごい思うんですけど、逆に学生なんかで、東京に下宿させるよりも、そうそうそう、1ヶ月の定期を、うん、学割っていうか、それで定期買うと、通勤、通学の方が安くなるのがあるんで、そういう人も結構増えてきて、新幹線通勤する人にもね、那須橋の補助とかね、まあ、増えてるから ね、あの市の補助確か出てますよね、確かね、もっと出してほしいですね、ね、本当にもっと出してほしい、僕にも出してほしい市長よろしくお願いいたします、市長どこ行きたいの、市長よろしくってこう、ピーちゃん経由じゃダメかなピーちゃんはちょっと大変だと思いますけれども、この場を借りて、お願いしたいぜひとも、よろしくお願いしますというところでね、はい、まあ、結構な時間になりましたので ね、もう喋ってじゃあこれ言ってないよ、
巻狩り祭りでさ、はい、鍋出すよね。なあ、鍋出しますね。えっ、ー、とPTA でね、はい、あの大きな鍋を、うん、鍋ね、はい、毎年ね恒例で出させてもらっています、はい、10月の26日ですね、はい、中川、館公園、はい、で、巻狩り祭りが開催されます。 何鍋でしたっけ。セコ、まかない鍋。そう、まかない鍋。セコ、まかない、きのこ鍋なんですね。そう、きのこ鍋です。セコ、まかない、きのこ鍋、はいはい、が振る舞う、振る舞うというか、あれ1杯200円で食券買って、うん、あの好きな鍋の食券を買えるんだけど、はい、あの生地とかさ、はい、いろんなのがあるんだけど、はい、ぜひ美味しいセコ巻き狩り、はい、キノコ鍋を、はい、僕たちも行ってますのでね、気軽に声かけてください。遊びに来ていただいて美味しいものを食べてね、はい、帰っていただければいいかなというふうに思っております。とにかく、盛り上がれればいいなっていうふうに、晴れてほしい、ね、台風で流れちゃった。そうそう、台風ね、そう台風だったの、楽しみにしてたんですけど、ダメだったなっていうのがありましたね。なんとかうん、ね、今度また台風今来てますけど、それが過ぎてくれれば大丈夫じゃないかなって思う、うん、番組見たよなんて人にはちょっと大盛りでよそってもらえるかもしれないよ、はい、あ、いい考えそれ、ね、そう、それいい、そう、番組見たよってぜひ声かけてください、はいはい、予想係になれるかな。いや大丈夫大丈夫、そこは俺やるからという形でね、お願いしたいなと思いますけれどもね、はい、といったところで、じゃあ今日はね、辻野さんがゲストで来てるということですので、辻野さんに今日ちょっとね、まあ前回ゲストで渡辺隼人さんが来てくれた時にもお話をもらったんですが、ちょっと一言、今の、まあ子供たちに対する思いとか、まあ子育てに対する思いをちょっとあのカメラに向かって、はい、まあ私の持論ではあるんですが、子供を育てる環境というのは家庭だけではできません、学校があって、地域があって、家庭があって、その三位一体の中で、子供が育つことによって子供は、いろいろな方と触れ合って、まあ、大きく育っていくと思います。結構そのこの前神戸の方でもあの痛ましい事件がありましたけど、地域の人が、この人は何をやってるかわからない、そういうことがないように、まあ、あの相互監視というのはちょっと変ですけども、あの例えば子供たちがあるっていれば、あの子はどこどこの誰々さんのところの子供だとか、あの地域のおじいちゃんおばあちゃんに子供たちが自発的に挨拶をする、そういうようなあの社会を作っていければと思ってます。はい、今、まあ、私どもの学校ではそういうので、あの、まあ、お年寄りの方と小学生の交流を進めたりということで、あのいろいろ活動をしておりますが、まあ、そういったことであのいろいろできればと思ってます。これからよろしくお願いします。はい、ぐだぐだです。いや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 、これ、ね、あの僕たちもあのなんていうんですか、台本なしですけど、辻野さんも今台本なしで、ノー台本で喋っちゃいましたからね。今来て考えたぐらいですからね。っていうか、もともと多分これは思ってないと喋れないようなことですからね。もともとそういう思いがあったということで、ね、素晴らしい。さすがです。かっこいい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 。出ました。こんな真面目でしたっけ、この人。いや、真面目。いい人です。いい人です。いい人。辻野さん、いい人。そうか、はい、ね。というところで、番組の方もね、終わりになりますけれども、じゃあここで、はい、グッチョから、はい、いつも、あ、ピーちゃんの、ね、ピーちゃんがやってるやつ、ピーちゃんやってるやつ、はい、お願いします。これは私。Your Dream では、皆様からの、お便りを、お待ちしております。あのこの辺出てますかね、はいはい、あのご意見ですとか、こんな話題でやってもらいたいとか、出たいとか、ここに、あのどしどし出たいとか、いいですよ、出たいとか、はい、待ってますんで、よろしくお願い、この辺で出てますかね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、おそらく、次回はピッチャー来るんじゃないかな、見てくださる豆の笑み、本当すごいよね。というところで、第12回も、残念ながらもう終わりの時間ということで、皆さんで、いつも辻野さん多分ご覧になったことあるか分かりませんけど、うん、はい、決めポーズをやっております。もうまさか見てます、知ってますんで、夢は叶うぞ、夜はドリームとカメラに、はい、バッチリ決め込んでください、いきますよ、はい、さあ、せーの、夢は叶うぞ、You are dream。 また見てね。
ってるよ。次はいません。森も来てない。次回のテーマは携帯、スマホ、SNS。 多分1週2週じゃ終わりません。見てね。